Hi everyone and welcome to the channel. This is the background test for Issei Nodoka. Taimanin, Gosha Academy student. She is from an orphanage where children of Taimanins who are killed or missing in missions are gathered. She helps the owner of the orphanage to take care of those children and supports it financially with the money she earns from her missions. She can't even speak properly with people apart from the kids at the orphanage, so she brings up her alter ego on missions by wearing a mask. Her ninja art is a mirror art that controls particles by using a mirror as a catalyst and copying other ninja arts or denied natures of those who are reflected in it. Preparations are a must since it has many limitations, but as it has infinite potential, it is used as a secret weapon.年長の子たちは何か含みのある表情をしてたが、あのくらいの子供は思ったより鋭いし、考えているんだよな。普段ののどかからはなかなか想像できないよな。ただ、スノーのどかはとても優しい女の子だ。一人でも多く仮面をかぶらないでも話せるようになれば。風魔さん?そのためにも、まずは部隊の信頼できる仲間に孤児院の子供たちを紹介して、そこからのどかに対する距離を縮めていけば。あれ?寝ちゃってるんでしょうか?だったら。えい!うわっ!なんだ?おはようございます。気持ちよくっても寝ちゃダメですよ。ほら、見てください。私はもうこんなに魚を釣りましたよ。風魔さんはまだ一匹も釣っていないんですから、頑張らないと。あれ?いつの間にそんなに釣ったんだ?さっきまで全然釣れてなかったはずなのに。私が釣っているのに気づかないくらい熟睡してたんですか?これじゃあみんなに顔向けできないですよ。そうか。頑張ったのどかにはご褒美をあげないと。な!俺は考え事をしていただけで寝てなかったからな。やられた分をやり返さないと。爪が。もう全然ご褒美じゃないですよ。えい。私だってやられっぱなしじゃないですからね。のやるな。でもこれでどうだ。風魔さん、隙ありです。えい。ぶわっ。顔はずるいぞ、のどか。こうなったら足を解禁してやる。そんなめちゃくちゃに水を跳ね飛ばしたら、もう服びしょびしょになっちゃいます。風魔さん、髪の毛までぐっしょりですよ。のどかだって俺に負けないくらいびちょびちょだぞ。そして隙ありだ。そう来るだろうと思ってました。それそれ。冷たいですね、風魔さん。目はもう覚めましたか？えい。うわ、だから寝てなかったっての。そんなこと言うのどかにはこうだ。やりましたね。本当ののどかを見せられる相手が増えるといいな。ああ、お姉ちゃんとお兄ちゃん何してるの？別に遊んでたわけじゃ。いや、遊んでたんだけど、その。あ、
魚はちゃんと釣ったから大丈夫だぞ。ほら、そろそろ夕ご飯の準備しないとな。うん、どうして二人とも水浴びしてたのにお顔が赤いの？運動したからかな。そうですよね、ウーマさん。私はみんなのお姉さんなのに失態です。If you want to see more videos, kindly give a like, share and subscribe.